こんにちは、まさですこんにちは、えりです今回のポッドキャストのテーマは日本の三月のイベントです日本語を学ぶ学生になったつもりで話しますそれでは早速始めましょうえりさん、三月三日って何の日か知っていますかえーと、確か名前しか知らないんですけど ひな祭りでしたっけ正解ですひな祭りは女の子の健康と成長をお祈りする日ですちらし寿司を食べたり甘酒を飲んだりするそうですよあと人形を飾ってお祝いしますへえ、女の子のためのお祭りなんですね どんな人形を飾るんですか女の子がいる家ではひな人形という人形を飾りますひな人形は男女二人組になっていて結婚式の様子を表していますちなみに人形の男性はお代理様女性はおひな様という名前です 難しいので覚えなくていいですよそれじゃあ、お代理様がお婿さん、お雛様がお嫁さんなんですねはい、人形には他にも種類があって音楽を演奏しているものもあります実際に見てみると面白いですよ 他にもいろんな種類があるんですね。見てみたいです。でも、どうしてひな人形を飾るんですか女の子が将来、幸せな結婚ができるように祈っているんですよ。もう一つの理由は、ひな人形は病気とか災害から守ってくれると言われているからです。 女の子の幸せを祈って飾るんですね家族の愛を感じる素敵な文化ですねもうすぐホワイトデーですねホワイトデーって知っていますか日本では男性から女性にバレンタインデーのお返しをする日ですよねそうです ホワイトデーはバレンタインデーと違って世界でよく見る文化ではないですアジアの一部の国だけだそうです確かに私の国ではバレンタインデーはあるんですけどホワイトデーは聞いたことがないです日本に来て初めて知りました他の国でも それに近い文化はありますけどね。昔はマシュマロとかクッキーとかキャンディーとか白いものを渡すのが一般的でしたへえ面白いですねでもどうして白いものを渡していたんですか 白は純粋さを象徴する色だと言われていたからかもしれませんそれについてはいろんな話があってどれが本当かわかりませんでも最近では色とか関係なくお返しをする人が増えていますなるほど最近では白色じゃないものでも渡すんですね プレゼント交換みたいなイメージです何をあげればいいか迷ったり期待に応えられるか心配になることもありましたでもそういう文化があるのはいいことだと思いますお互いに感謝の気持ちを表現できるいい機会ですよねそうですね 感謝の気持ちを伝えることは大切ですよねホワイトデーは本当にいい日だと思いますそういえばマサさんはもうお返しを渡しましたかはいさっきバレンタインデーにチョコレートをくれた人にハンドクリームを渡しましたいいですね喜んでたんじゃないですか よろこんでくれましたすごくなやんだのであんしんしましたそれでわたしにはあごめんなさいすっかりわすれていましたもうわすれないでくださいよじゃあそのかわりにこんどおかしをいっしょにつくってくれませんかもちろんです。 材料は僕が買ってきますね助かりますじゃあ来週の日曜日に私の家に来てくださいわかりました楽しみですもうすぐ春分の日ですね春分の日ってどんな日か知っていますか春分の日は 日本の祝日ですか聞いたことがあるんですけど詳しくは知らないですそうです春分の日は日本の祝日です学校も仕事も休みになる人が多いです春分の日ってどんな日なんですか何かお祝いするんですか 春分の日は太陽が出ている時間と夜の時間がほとんど同じになる日です。春が来たことを祝う日でもありますなるほど春が始まる日なんですね。日日日本ででははここののにどんんなことをするんでするか春分の日は たくさんの人がお墓参りをしますご先祖様に感謝を伝えたりします他にも春が来たことを楽しむためにお花見をする人もいますよお花見ですか楽しそうですね桜の花は春の象徴ですもんねでも 春分の日に桜が咲いているんですか？実際、春分の日に桜がきれいに咲いている地域は少ないです。ただ、ちょうど咲きだすくらいなので、可愛い,いつぼみは見られると思います。そうなんですね。でも可愛い,いつぼみを見るのも春を感じるいい機会ですね。 そうですね春を感じるいい機会です。えりさんは、春分の日に何か予定は、ありますか私はその日はまだ予定はないです。けど、春分の日に、新しいことを何か始めようかなと思っています。暖かくなるなるら ジョギングでも始めようかな気持ちよさそうですね僕もジョギングをしようかな靴を買おうと思います日本の文化を深く知れて楽しいですまだまだいっぱい日本の面白い文化があるのでまた話しましょうねどうでしたか 今回は日本の3月のイベントについて話してみました皆さんの国では3月に何かイベントはありますかよかったらコメントで教えてください今度は日本の4月のイベントについてもお話ししますねぜひチャンネル登録をお願いします ではまた次の動画で会いましょう